吸盤のように張り付いて力があったから、はい、右でも、まあ、毎日元気そうになって本当良かったですね。咳も出なくなりました？ああ、変わりました。ああ、良かったですね。それも治療したんですか？もうあれですね、経過観察ですね、そっちは。あ、そうなんですね。落ち着いてますね、今は。良かったですね。タンヌさんの悶絶ふみふみ動画が好きですって人いましたね。足やられてる時ですよね。うん、そうですよね。腰確かになんかね、なんかこのもうくぼみ感が良くないなって感じはしますね。周りの背骨も硬いですしね。ダイエットしてますか？いやもう体調悪かったんで、それどころじゃないですよね。それどころじゃなかったですね。そうっすよね。なんですか、最近やって良くなってきた感じですか？そうそう。原因がわからないんですよ。あ、どうして心臓に水が溜まるのか。そうそう。ね、何なんだろうね。それは命には別状はないものなんですか？今のところ。へえー。なんかね、でもだからといって抜くのも怖いしね。人体はいろいろありますよね。不思議ですね。あと、あれなんですよ。何ですか？酸素濃度が低い。はいはいはい。SPO2。はい。通常時で、はい。95がマックスぐらいですよ。あらー、低いっすね。そうだから。あれ、私98とかだった。あ、それが普通です。それぐらいっすよね、普通ね。でももうあれですね、ビクビクしなくて良くなったの良かったですね。足をつくのが大変だったじゃないですか。はい、はい、生活がだいぶ楽になったじゃないですか。まあそうですね、前ほど意識せずに、そうですよね。ふくらはぎカチカチですね。はい、やっぱり右が気になりますか。でも左が張ってるのも分かりますよ。
背中がなぁ。なんかここら辺の盛り上がりやばいっすね。そうそう。これ痛いですよね。いや全然痛くない。あ、痛くはないんだ。うん、押されても。押されても。あれなんですよね、その世の中が低いから、うんうんうん、背中を丸めて。あ、うん、あ、なるほどね。世の中が低い。だから多分そこにばっかりその負担がかかっちゃって、うん、で多分背骨も曲がってるし、うん、曲がってる。その辺ばっかり筋肉ついてるから、うん、なんかボコッとしちゃってるんですよね。うん、してるしてる。あれで調節したらいいじゃないですか。股関節でこうやってちょっとかがんで、あ、背中丸めないで。多分何をするにもそうだから、うんうん、座っててもそうだし、テーブルが低いとか、跳ね合いが。低い側からしたら、そんなこと考えないって言われなきゃ分かんないわ。だから、はいはいはい、例えば立ってれば、はい、キッチンが低いとか、はいはいはい。なんかその、ま、椅子が高いは感じることあるけどね、足つかないなみたいな。ああ、それはもう、足なんかつかなくてもいいから。テーブルとかその台の高くしてほしい。なるほどね。あ、なるほどね。そんなさ2メートル超えとかでもないけど、いやいやいや結構違う。大変。あのやっぱりその、うんうんうん、165センチぐらいに合わせて作られてるみたいな。多分そうだね。男女ともにでいうとそんなもんかもね。確かに平均取ると20センチ違うと、あ、はいはいはい、もうねえ、服のサイズ20センチ違ったらまあつんつれてんだもんね。大変でしょ。大変。そっか、なるほどね。あとそのキッチンの上にある扉なんかも、うん、開けっぱなしとかになってると頭打っちゃうね。頭じゃない、俺目に当たる。目怖いね。目怖いの。それはちょっと本当に危ないの。そうなんだ。そう、そうなのか。なるほどね。あとそのレンジフード、はい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 、あれなんかもう料理するのに邪魔で邪魔でしょうがない。だから多分83でも方が大変かもしれない。へー、2メートルあれば、うんうんうん、もっと低いから、ああ、もうさ、もうちょっと逆に分かりやすいみたいな。うん、なるほどね。じゃあ伊集院光さんとかもめちゃくちゃ生活苦労してるんだろうな。苦労してると思う。でも本当に風呂にはまったこととかはあるって言ってたね。うん。うん。丹野さんも風呂にはまったんでしょ。風呂にはまったっていうか、なんだろう、割っちゃった風呂を。それの方がすごいよね。伊集院さんは風呂から出られなくなったらしいんだけど。あのでも本当に吸盤のように張り付いて、うん、俺も多分そうなったんですよ。で力があったから、はい、割る。返して出る。腹筋で無理やり起き上がったら、腹筋で。そう、面白い。背中とね、あの、その浴槽が真空状態になって、はい、バニッと割れちゃって。すごいね。すごい。な、ね、そんな人他にいないんじゃない？あるのかな、そういう人。ね、トイレの便座割ってるとこもあります？あります、あります。あ、あるんだね、やっぱり。あの、割れた時に、やっぱり、その、ケツの下が割れるんで。そうだよね、肉挟まって痛いんでしょ？そうそう、超痛い、あれ、詰められてる。あー、厳しい。だから、その、うん。便座を割るだけだったらいいけど。まあ、それも良くないけどね。うん。あの、便器が、下から生えてる便器はいいけど。うん。独立してないってこと？水を流すところが壁についてて、うん、下に流れるんじゃなくて壁に流れるような、あの要は下が掃除しやすいように、あるある、まあなんか最近出たやつですよね。そうそう、最近の、はい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 、あの駅のトイレとか結構それになってるんだけど、うんうんうん、それだと便座ごと持ってっちゃいそうで危なくて体重を預けられないんだ。預けられない。怖くて。座ったらだって壁から確かにボーンって落ちちゃったらね、電気がバリンといきそうで、ああ、あれは乗れない。へえ。でも丹野さんレベルで乗れないってなると相撲取りとかもう主要負荷だよね。あ、負荷ですね、多分。へえ。
世の中のものって意外と脆いってことですね。すんごい脆い。そうなんだ。だから俺もよくその施術ベッドの文句言ってるでしょ。うん、言ってる。で、これはその高い大丈夫なやつだけど、うん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 、本当にそのスプリングみたいにバッコンバッコンバッコンなっちゃうやつとか。何回も言ってるね、その話ね。うん、でも、しなるのはわかる。安い、ね、薄いやつだと、私がやってもギシギシするもん。うんうん、あれはだからやっぱ受けてて心地よくない、うん、落ち着かないよね、うん、怖いよね、なんか落ち着かないもん、うん、ちょっと傾いたりしてるしね、うんうん、で安いやつは使えないよね、使えない、うん、もう本当に最初から、うん、なんかそのうまくいかなかったらもう何ヶ月でやめようとか1年でやめようみたいな、うん、最初から撤退する気でやるならいいかもしれないけど、長く続けようと思ったらあれはありえないな。そうですね。なんかそれがねえ、その心地よく迎えられないのが、まあそうだよね、不安になっちゃうもんね。うん、だから うちは着替えのサイズだって一応 5L とかまで用意してあるし、うん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 、だから 6L とか 7L とかなかなかないから、そうですね、あれば買うんだけど、うん、だとよくわかんないですよね、その身長感ってね、こんなでかいんだみたいな人あるっす、あるっす、なんかさ、トンネルズってさ、のりさん背高くないイメージあるけど180ぐらいあるんだよね、あるある178センチとかぐらいか、そう、なんかタカさんが180、あの人がめっちゃ高いんだっけ、タカさんって185ぐらい、あ、180ぐらいなんだ、そうなのか。でも昔の人って結構背低い人が多いから、その中では高く見えたのかな。よくわかんないよね、テレビはね。この靴下は何ですか、滑り止めなんですか、このいっぱいついてんの。踏ん張るときにいいんですか。そうですね、あ、なるほどね。タムさん、靴何センチ履いてます？30ですね。あー、ちょうど30。はい。なるほどね。29だと、うんうん、物によってはもう、あの、履き口、足が詰まっちゃって。へえ、あ、そう。甲が。ああ、結構甲も高い人。甲が高くて幅広だから、大変なんですよ。ああ、じゃあ靴がね、難しいっすね。だから、多分、その、うんうん、サイズ自体は、29あれば十分だけど。ああ、わかるわかる。そういうのありますよね。はい、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タムさんも YouTube やられてます。よかったらぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。それではまた、See you!